あこんにちは7月19日火曜日17時を回りました今日で2回目の放送となります太田優子の元気注入パーソナリティ太田優子ですこの番組は第1第3火曜日17時から17時30分で放送しております世界中のみんなを元気にするラジオです毎回ぜひ聞いていただけたら嬉しいです皆様のお悩み相談コーナーは タイミングを見てスタートいたしますので、皆さんのお悩みもしも,もりもりリ送ってくださいねあ。お待ちしております。この番組は八十四点一メガヘルツ F.M. サルースで生放送中です。YouTube でも当時生配信中です。F.M. サルースのホームページトップ画面のところに表示されていますので、ぜひそちらもアクセスしてみてください。また F.M. サルースは スマホアプリの FM プラプラでもお聞きいただけますこちらのアプリもインストールしてみてくださいさらに JCBA サイマルラジオでも FM サルフォスをお聞きいただけますインターネット経営でもぜひお楽しみくださいということで今回二回目になりました太田優子の元気注入です今日も聞いてみてくださっている皆様ありがとうございます今日も頑張りますのでよろしくお願いします ということで今日のゲストはもうスペシャルな素晴らしく可愛いキュートな方を呼んでおります。さあ誰でしょうか。加藤清史さんです。イエーイ。自己紹介お願いします。はい、こんにちは。は ええー、加藤清愛と申します。イエイエイはい、ちょっと外はね、すっかり梅雨入りしちゃったかなっていう感じですけれども、<ー>またね。ね戻ってきちゃった感じですね。はい、でも、そんなことを吹き飛ばすぐらいの。 太田優子先生の素晴らしい先生でたね。はい。大田優子さんの素晴らしいね、あの最初のオープニングのすごい頑張りました。頑張りました。いやいやこれからまだあるからね。あ、そ分。はい。十五分。そうす。ごい今日は楽しみにしてきました。ありがとう。はい。えっと自己紹介させていただきます。はい。はい。おとといなんと五十三歳を迎えさせていただきました。ゆうちゃんの二子下の。いやー、イエーイ。 加藤でーす。あ,あー、ありがとう、加藤です。はい。今日ね、あのお<ー>友達にはいっぱいね、あの、で、出るよって言ってきたので。みんな見てる。みんな出たよ。<laughs> ね。 みんなすごいね緊張してるって言ってましたえ待って見てるみんなの緊張するってことなんか変なこと変なこと言わないように気をつけてねってすごい言われてから来ましたリラックスして聞いてねはい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 っていうのねあの知り合いのお母さんのものまネなんだけどうんうんそうやうどっちでもいいね置いといて置いといてはいの自己紹介はねはい私はあのこの 田優ちゃんと、えっと、30年来ずっと一緒にあの仕事だけじゃなくて遊びも<ー>いろんな、ね、ことを本当にやってきた,てきたえそうですね同志のような 2>, <ー>、はい、2人。2> 私なんでですすけれども、はいえっと、そうですね私のそう自己紹介っていうとそんなに大それたことはないんですけどあと、うん、同じように太田裕子ちゃんと同じようにダンスの関係の仕事を主にやっていて相模原を拠点にダンススタジオ、えー、と2店舗行っています。うん はいえっと、それは、えっと、株式会社 DAP あそうだそれ言うの忘れました株式会社 DAP という会社を私は営んでいまして、うん、でその,の DAP と一緒に、えっと、国内外で大活躍しておりますダズルというダンスカンパニーの彼と2人で, 2> で、ねはい、ダンススタジオをやっておりまして子供を中心に大人まで。 すごいあのねどんどん盛り上がってるスタジオですうん、うん、ありがとうございますうん、うん、盛り上がってます素晴らしい素晴らしいはい、うんはい、そしてですねえっ、ー、とそのフチノ部ワンオワンって言うんですけどもワンオワンバイオリンズっていうフチノ部の店舗と、うん、えー、ダンススタジオえワンオワンバイカノアっていうあのカノアっていうバーがあるんですけどそこと一緒にあの一緒にはやってないんですけどそこのオーナーさんと一緒にこう 小淵を盛り上げようっていう感じで、いあの、はい、スタジオをやってるんですね。えー、で、そこをあの私と真二とあと優子も知ってる綾、うん、香、そして勇気っていうね、うんうん、日本柱がもうすごく協力的に運営して盛り上げて、い若い力で見てる勇気と綾香は、うん、見てると思う言っき。見てた見てるかな。見てる 見て,ね、見ててね、うん、本当にそして、まあ、生徒たちにもあの公式 LINE でね全相してきたので <laughs> あみんな見てるかな <laughs> みんな見てるかな何か,かこれ、うん、あ,のあれかな何ていうのああいうチャットみたいな。 メッセージね,ね見れるんだけど、ね、まだそこまで私の技術がいってない。というねダンス以外にも、えっと、チアフォースジャパンという私とゆうちゃんこれもまた一緒の、えっと、安倍圭ちゃん安倍圭ちゃんは昔の名前だ、はい、佐藤恵子師匠が、えー、立ち上げた株式会社、えー、とチアフォースジャパンっていうね会社。 のえっ、ー、と候補担当として、そして大会の運営委員として、えー、今は頑張ってえっ、ー、と活動させていただいてます。いけいちゃんのね厳しい指導と愛や、うん、愛あふれるえー、指導に、はいまだまだこう大人になってもずっとね、はいはいって言いながら頑張ってます。すごい優しいけいちゃんだけどね。うん。はい、素晴らしいね。はい。でまあその他にですね、あの、うん、うちの息子マオっていう双子のお兄の方。 マモが YouTube をやってまして、うん、でその経年変化委員会ちょっと後で調べていただきたいんですけど、うん、あのファッション系のやつですね、あの革とか古着とかジーンズをこう育てていくっていう。育てる？そうなんです、育てる。<を>ちょっとね、そうなの、まあちょっと見てもらえればわかるんですけど、うん、ちょっとおしゃれな、うん、あのー。 まあ番組をやってまして、でそれをね、あのそれに時々出させてもらってます。それね、お仕事として、はい、出させてもらってるんですけど。そう、お仕事のギャラは、まあその後、あ、じゃランチ行くよって言われて。そう、ランチ、そう、ランチがギャラなの。ランチだよ。今。人間食べないと死んじゃう。そうだよね。そうなの。そうなのよ。そう、だから、まあでもゆうちゃんもね、あの、ご飯行くと、甘いものばっか食べて。 あまそれはバラされてるそれ後で教えますみんなにはいなんか爆弾出るのそうそう爆弾ねはいはあのね旅に行った時のそのねはいまそうどんどん話それちゃうねそうそれでねうだそうだでマオの懸年変化委員会にあのお母さんと一緒シリーズっていうあのコーナーがあってそれにあの定期的に出させてもらってますはいあのマオとクッシャンっていうちょっとお兄さんなんですけどまたその人がすごい革靴が好きでめっちゃかっこいいんですけど その二人がいろんな古着屋さんに行ったりとかちょっと有名なデパートに行って、うん、なんか取材したりとか、うん、あとはもう本当ジーンズを海に潜って、うん、海でジーンズを洗ってみたっていうなんか変な検証とかやってて <laughs> あ変なって言っちゃったそうなんかねとにかく面白いので私たち世代でもすごいあの勉強にもなる、えー、まあ面白いし勉強,、うん、勉強になるあのジーンズを海で洗う勉強。 え、どうなるの?。実際どう。わかんない。実際どうなったのかわかんないんだけど。塩水ってことだよね。わかんない。でも、け、色が変わったのかな?。いや、色がなんかね、いい感じに変化していくのが。楽しいよっていう、あの、企画なんだよね。ジーンズ、ほら、昔さ、あの、洗わないとかあったじゃん。そう、洗わないの方がいいのか。まあ、洗うんだったら。 ななんんかかかか年に1回がいいのかとかかんないのとわでもちょっと今すごいう嘘言っちゃったらすごい真央にめっちゃ怒られるからもう言うのやめよう。うんうん、でもとにかくそ,うそれ見てみてあ<ー>見ないでしょうでも。 見てね。あのね、実は一回見たことあるよ。きよいが、あの革靴。すごい、あの。可愛がってるやつ。一回見たことある。それだよね。そう。うそう、その時もすごい怒られてて。あの。怒れちゃったな。そう、あのね、あの台本が送られてくるの、前の日にね。ちょっと読んどいてねって、台本というか、こういう流れでやるからって言って。でも、覚えるんだけど、覚えきれないじゃん。 なんか、もう、もうなんか脳がいっぱいで、脳みその、なんか、わかんない、脳が、脳がいっぱい、脳が、な、くて、わかんないけど。そう、それで、そう、覚えらんない、のと、後、だから、それほどチラ見して、チラ見して、み、やるんだけど、こチラ見どころか、ガン見しちゃうから。下見ないでって言われて。ユーチューブ。そう。 そうでも、そのクッションっていう相方が、それをうまくカットしてくれて、うまくつなげてくれて。そんなマオの宣伝は、よ、よくて。そう、まあ、めっちゃ。そう、マオの宣伝じゃないの。でね、相模、私は相模原を盛り上げたいっていうことで、相模原ってみんな知ってるかな。皆さん。知ってるよ、相撲って書くんでしょ。そうなんよ。え、怒られるよ、マジで。え、でも、あ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 。書きましたっけ。相撲って書く。うん、書く。相撲じゃないよ、多分。 相撲みたいな感じ。あ、見てる。そうこう、つっと。<laughs> ね、少しかちょっとやっちゃったかもしれない。本当だよ。うん、そう。ごめんね。そうそう、スモって言われてるんだけど、そうでもそれディスってるってことだ。え、ディスってないよ。ディスってないよね。だってゆうちゃん相模原大好きだもんね。大好きだよ。相模原に住みたいって言ってた。言ってた。言ってた。はい。そのな相模原を盛り上げるためにエビバディダンスあ、ちゃってエビバディパフォーマンス連盟っていうあの相模原文化協会っていうあのまあちょっと高齢の方が多いあの。 相模原市のの文化協協会会っていうが体育とかあるじゃんそれの文化協会っていうのがあるんだけどそこに声をかけてもらって若い子たち世代を盛り上げよう相模原を盛り上げようっていうことでおじいちゃんおばあちゃんジェンダー男女みんな子供から大人まで何かをやろうねっていうものを今3年目なんですけどおじいちゃんおばあちゃんたちと一緒にいろんな 発表会やったりとかするっていうのをやってます。まあそ,そのエビバディパフォーマンス連盟の会長もやってます。会長さんなんだ。はい、会長と呼んでください。今日は一、ね、日。はい。素晴らしい,、はい。そしてまああとはその地域のイベントとかお祭りの M C をやったりとか。うん、M C やってる。そう。でもね喋りすぎちゃうのこんな感じで。うん、そう。それ何言ってるか分かんなくなっちゃって。 どうぞって言って紹介する。途<中>でそうこの前はねなんかもうハウリングしちゃうし、なんかマイクはなんか充電なくなってほしいね。<laughs> もう生声 <laughs> 次はーみたいな感じでやったんですけど、はいお母さんたち見てた人に何言ってるか全く分からなかったよって言われました。それはクレーム？う,うんなんだろうね。なんだろうね。そうあのアドバイス？アドバイス。そうアドバイスでした。

32年ぐらいかなカウントしたことないけどすごい一緒にやっててもう全部もう人生一緒だったもんねでも趣味とか考え方とかさ「えいいね」とか言うのってさ全然逆じゃん全部逆なのにずっとこれだけ一緒にいるってもう。 なんか兄弟並みの縁を感じちゃうんだけど。そうだね。うん、<laughs> なんかいいね。あとさ、うん、私がさ、なんか。あの。変だなって。 思ってるじゃないは私のこと変だなってよく言うけど、うんうん、私も清江のこと変だなって思ってるから、うん、なんかお互いにねなんか変だなって言いながらずっと来てるよね,、うん、うね30年間ね <laughs> 変,変わらずね変っていうかいやいやいやでも「ゆうちゃん清おって言え<あ>ゆうちゃんっていうのって清おぐらいしかいないからね。 え気合いはいる？気合いっていう人気合いっていう人はまあいるかな結構いる、うん、あいるか。うん ゆうちゃんはあまりいないからねちょっと貴重な感じだと思いますねゆうこ様って言われるんでしょう。いやいやいや、そんなことは言われないですけどじゃあさここでさきおえがさおすすめの一曲かけてもいいもうぜひとね一曲かけるそうなんだよねじゃあ一曲ねきおえの持ってきてくれたおすすめ曲ですレイザーズアンゼムです聞いてください いただきましたレイザーズアンズムです。これなんでこの曲なの？これはめっちゃかっこよかったでしょ？ここがた拳あげろううわおわおとか言ってた。本当また怒れる感じ。あそうそれじゃそうそうこのあのレイザーズっていうあのダンスリーグって皆さんご存知でしょうか？私は知ってますねもちろん。そう知らなかったらもう嫌だなって思っちゃうんだけど。知ってます知ってます。そうあのダンスリーグっていうのがあの一昨年かな？ あの日本で初めて世界で初めてなのかな,なで,、ねはい、できて、うん、あのプロダンサーがこう、うん、技を競っていって、うん、こう優勝して頂点を 決めるっていうのの第1シーズン第2シーズンが終わりましてうちの今度あの双子の弟の方のレオがこちらのレイザーズっていうあのフルキャストレイザーズっていうチームにお世話になっていまして、ね、そ,うそれのねしかもねしかもって変だなしかもじゃないんですけどクランプっていうあのやっぱり私たちそんなに馴染みがないんだよね。あのうん、馴染みはああるるんだけど、うん、すごい昔からあある ジャンル、うん、っていうんじゃなくてやっぱこう、うん、日本に入ってきたのが、うん、もうダンス始めて結構経ってからで、その日本に入れたのがあの このディレクターをやってる、ディレクターってあの監督、レイザーズの監督の潤くん。潤くん、で、で、じゃないや、ゆうちゃんも知ってて、一緒にさ、なんか、いろんな、なんか、あれこれ出たじゃん。撮影して、写真もあるんだけど、忘れてるよね。忘れてるね。なんで忘れてるの?。かんないそう、で、潤は、潤くんは、私の本当にダンスのゆうちゃんの次ぐらいに、ダンス界ではもう。あの、一番古い友達、なんだけど。そう、彼の、彼が率いる、レイザーズっていうチームがあって、もう、とにかく。め こくで私はもう全員インスタもフォローしてるしすごい自慢みたいになっちゃったけどうん、うん、フォローしてるしチ、うんうん、ックスバムっていうね、うん、あのチームがもともとあるんだけどその YouTube もフォローしてるしうん、うん、私もともとそういう推しとかファンとかっていうのがいないのね、うんうん、あのトシちゃんぐらいからいないそれをトシちゃんめっちゃ好きでトシ <laughs> ちゃんの,あの TikTok も今フォローしてるんだけど。<laughs> そうでそうまあ今は別に推しじゃないよ <laughs> でもそのトシちゃん以来初めて好きになったなんか有名人がうもうそのあまあダズルもそうなんだけど新人のねそうダズルとレイザーズうーもとにかくあの推しですでその D リーグっていうのがまた年末、うん、あごめんなさいそこ私全然調べてないから嘘ついちゃうとあれなんですまたちょっとその D リーグアプリとかそのレイザーズとかの、うん アカウント見てもらえばいいんですけどまままた始りす第シーズンがそれを見てほしいんですけどレーザーズだけじゃなくて私全部の全部で十何チームあるんでね13とか11とか9とかごめんなさいそれもちょっと忘れちゃったんですけどとにかく全てのチームがかっこいいし素敵だし私そんなにダンス好きだったっけって思うぐらいもう全部のチームのファンになっちゃってっていうねそんな。 あの中からレイザーズを一番の推しにしているのでで歌ってるのがねそれがまたねレイザーズのあのねえっとリーダーのえっとシュートさんっていう人と知ってる ?KTR さんって2人が歌ってんだよこれもう一回聞いてめっちゃかっこよくないすごいかっこいいの知らなお友達みたいなちゃった ダンサーであり、歌も歌。ってるラップかそう、めっちゃかっこいいの。本当、これ、絶対おすすめ、で、これは。アイチューンズストアだっけ。アイチューンズストアで買ったのかな。そう、なので。配信されてると思います。はい、大丈夫です。何が大丈夫?。そう、チェックしてほしいし、本当にかっこいいから、D リーグ見てほしいし、レーザーズ応援してください。はい。 くっったすごでレオもねレオもかっこいいの息子なんですけどね私のインスタにもよく出てるので親バカだから息子大好きなので私たち世代のお母さんたちに息子大好きだと思うので親バカの配信でよければ見ていただきたいなと思ってます。だってレオはさ ジュノンボーイに選ばれたじゃん。そうだ。そうあ。ジュノンボーイじゃなくて<う>ジュノンボーイの中のたこ焼き賞みたいな。たこ焼きボーイあ。ファイナリストっていうのかな。<ー>たこ焼き銀だこ賞か。銀だこボーイですね。うんうん、すごいよね,ね。そうなんですい。今ねインスタも。うんうん いろいろ頑張ってね配信してるよね。インスタそうレオのインスタとかもすごい頑張ってます。私も頑張ってなんか自分の可愛くたまたま映れたやつとかをこうなんか載せてるから嫌じゃなければぜひ見てください。いやぜひ見てください。よくさトレーニングあれあれはちょっとやめたの途中でやんちゃったの。恥ずかしくなっちゃったんだもん。あそうだ。恥ずかしかったのあれ。トレーニング。あとネタがなくなった。 そうそう意外とそう意外とねすごい汗だくなってもう四十回ぐらい取るんだけど涼しいとしながらでもなんかイマイチだなと思って別にこれ私がやなくてもいいじゃんって思ってやめやめた実は私見てたから本当にいいのも知ってたやらないよやらないけど見てた気合い頑張ってると思ってそうみんなにそう思われてんのちょっとと ちょっとなんかさ、嫌になるじゃんたまに。いや一気に出しすぎたよね。そう。ちょっとずつ出すもよけどさ。そうなのよ。全部出し全力で出しちゃったからね。全力でやったんだね。これいつまで続くか気をえと思って見てた。そっち目線で見てた。そうだよね。そうなんかそう三回ぐらいで終わっちゃったから。そうだね。それも見てほしい。連絡しようかなと思って。もう終わったのって連絡しようかなと思って。時々でもね。 あの久々の投稿ありがとうございますって言ってくださる人もいて本当と、うん、ゃやるべきじゃんそうっもっともう一人とかだけどね、うん、そうでもちょっとまたやんないかな、うん、ゆうちゃんとやろう今度えゆうこと、うん、あや,やろうか,じかめっちゃ大変だよめっちゃ大変なんだよ,だよそうあれ本当にやってる人本当すごいと思う,うそうなの 何テイクも取ってね、いいやつだけ載せてね。そうしかもえこれでもみんなやりたいかなってかちょっと思っちゃったりして、そうだからいやそうだからいいかなって。いやそれを思ったらもうできないよね。そうなのそうなのそうなのよ。これはいいよって思って配信しないとさ、ちょっと折れちゃうよね。折れまくって。折れちゃうね。難しい本当になんか信念持ってね。 しいやしんって持っているように見えたけどね <laughs>、うん、そうなんかね買ってる時はそう2回目ぐらいまではねいけるって思ったんだよね。 みんな楽しみにしてるはずみたいなそうでもないなっていうことに気づいていやでもね私は見てたからねぜひやっその回ってましたあの一人にカウントしてもらってねまたやってほしいかなと思うんだけどだからどっか旅行とか行った時やればいいんじゃないあ出た旅行草津とか行ったよね行った行ったあれもう当にマジでさ行ったんだよ本当に面白かったゆうちゃんもうすべてをね あのまあだいたい二百枚ぐらい写真撮って私の写真三枚ぐらいしかないぐらいもうなんかずっと撮ってた優子隠し撮り隠し撮りっていうか後とで優子がこうやってずっと温泉のなんかその湯畑をバ隠にずっとこうやって撮ってて自分私はみたいな私も撮ってみたいな感じでねでもなんかじゃ自分はあれ入ってないんだよ湯畑のあれすごかったじゃん本当本当優子自分自分は撮っててこうやって撮ればいいじゃんどうこうやって撮ってたよね でと <laughs> っ,ってたよね。そう、面白かった。ってたもうそんな時も言ったか。そう、ゆうこストーリーを作りたいぐらいに。やってた。<laughs> いや、うん、笑わせようっては思ってないんだけどね。本当面白かったね。あ、面白かったんだ。じゃ、あよかった。きおい一人を。面白くさせれたってことだよね。ちょっと自信持った、うん。うん。あとね、あとね、あとね。<laughs> あのね、うん、ご飯、お部屋出しだったじゃん。 部屋出しのご飯だおゆうちゃんね食べ物に興味がなさすぎて忘れてると思うんだけど <laughs>、うん、あの部屋食だったんだけどさずっと二人でさなんかあのお女の人が持ってくるじゃんあ,あのこうなんてなな中居さんみたいなさんそ,うそれさ、うん、そう作るとさ小声になるじゃん小声にならなくてもいいのにでその人いなくなってもずっと「それでさなんとかだよ」<laughs> でずっとゆうちゃん小声だから私も小声になっちゃってっなんでこれ小声で話してんだろう、まあ、ちょっと人の噂話もちょっぴりしてたんだけどでも誰も絶対聞いてないのになんでずっと小声なのかなって思いながらずっと小声で喋ってたあ本当、うん、1>, 1ミリも覚えてないんだけどあの,キエの記憶力ってすごいよね、うんうん、そうそうだだよねで<私>衝撃的だからじゃないあそうなのかな、うん、私全あんまり覚えてないんだよね、うん、いろんなことそうなんだ、うん、でも すごいよねっていつもそういう話をされるたびに脳みそってすごいなって余計なことばっか覚えてるのかもしれない多分台本覚えてないのにねそうだからそういうことで埋め尽くされてて大事なことが全部入っていかない入っちゃうんだこう入ったらブララララって全部落ちちゃうのかもしれないそれは逆にした方がいいよね間違いなんかでもその方が幸せだからいい幸せです私とっても じゃ、よかった、でもね、一個、私ね。何?。気合の衝撃的すぎて、忘れられないのがあるんだけど。あの、改札。あれ、今もたまにあるよ。まだやる?。うん、やるやる。改札の切符入れるところ、切符入れる、切符入れるところに、昔パスモじゃなかったじゃない。全部切符だったところに。あの千円札。千円札、こう、こう、なんかさ。 入んないからさ、ちょっとこう縮めて入れようとしちゃだよね。そうそう。挿徹のね。で一緒に一緒に歩いてて、で一緒に改札入ったはずなんだけど、キオエがいないってなって後ろ振り向いたら、そのキップ入れるとこに千ン一生懸命入れてて、ゆうちゃん入んない。それがねもう衝撃的すぎて、衝撃的だった私も。で、キオエ違うって言ってもしばらく気づかなかったじゃん。何が違うのか分かんなかったじゃん。 それはも忘れられないよねあるねも今ほら電子マネーだからさ、うん、パスもなんかさ全然違うやつをこうやっちゃ,かざしちゃったりするあ例えば例えばさなんかペイペイの y の、うん、画面出したりとかして <laughs> でもまあちゃんと行くんだよ <laughs> スイカ内蔵されてるから。<あ>とかなんかまあそういういろんなね、うん、いろんなもうやっぱ。 やっぱり頭がさいっぱいいっぱいになっちゃってるからだと思うあそれはねちょっと整理したほがいいねゆうちゃんのそういう変なのとかはもう消して台本入れてた方が次はいいかなでも好きなあの好き嫌いが激しいから脳みそが好きなものしか入っていかないこれはいらないわがままなんだねだから書いてねこうやって大事なことは脳みに入れないでねうんうん じゃあね、はい、これこれもね思い出のものになっちゃうんだけど最後にねみんなに聴いてほしい大 <laughs> 大事大事聴、うん、いてほしい曲があってあの何だと思う?「気合と一番最初に踊った曲んうしかも気合に振りを教えてもらって踊った曲。うんうんあ なんだろうこれゆうちゃんから聞かれてゆうちゃんは忘れたけど私が覚えてたダイアナキングのシャイガイじゃないそうです私忘れてね聞いたんだよね私だけが覚えたこの曲をね最後に思い出として聞いてお分かりにしたいと思いますこれあやかも覚えてよ振りも踊れるって言ってた次の放送は8月2日の15時からになりますでそのゲストさんは なんとえまた私ですすいません来ちゃいますね。うすもう一回気合と話しますのでねはい,はいそれでは最後に聞いてお別れですダイアナキングのシャイガイ